この頃振袖に関して多いのが、お母さんの振袖をお嬢さんに着せたい、もしくはお嬢さんが着たいっていう方が多いんですが、その中で、稀にお母さんはそのまま着せるっていう方がいらっしゃるんですが、やっぱ着物っていうのも寸法が大事で、例えば同じ身長の親子であっても、今 お嬢さんの方が腰の位置も高いし、手も長いっていうことがあって、やっぱり本来あるべき姿はきちんと仕立て直しをした方がいいっていうことがまず一つです。で、大体着物っていうのは大体20年から25年で一度手を入れて洗い張り仕立て直しをした方が本当は着物としてはベストな状態になるので、ちょうどお母様が成人式から、ご結婚ご出産、そしてお嬢さんが、成人式を迎えるにあたって大体30年近く着物が経ってるんです。で、やっぱりそうなってると、やっぱり着物としてもダメージがあるので、ベストはお嬢さんの身長、手の長さに合わせた洗い張り仕立て直しっていうのをするのが本来のあるべき姿ですし、綺麗に染み抜きもして、綺麗に晴れ晴れとした晴れ着を着せてあげるっていうのがお母さんの宿命といいますか、その定めだと思いますので、その辺は一つぜひ考えてやってあげてください。以上です。